ました。それで武蔵にしようという説と、まあ、いろんな説があったんですが、これはちょうど日本と中国が新しい関係を結ぼうという時代でもありまして、それを背景にして、まあ、ある名古屋の大きな出版社の社長の意見だったんです。三国志にしなさい。それで第一回廃本を三国志にして 大成功を収めるわけ で全集っていうのはですね、第一回廃本を100にすると最後の方は大体ですね50になったら大出来、大体20か30、まあ、個人雑誌の場合、最初から20ぐらいの全集も多いわけなんですけど、そうすると、三国志で火をつけて、でそれから2年後に、こう下り坂になりますから、そうすると2年後に武蔵を出して、またこう持ち上げるっていう戦略を、取ってですね、まあ、多ければいいってもんではありませんけれど、まあ、850万部ぐらい出たのかな。そして、昭和56年に英文武蔵が出ました。でこれはちょうど日本が高度経済成長にこう乗る時でありましたので、日米経済摩擦っていうのがありましたので、英文武蔵が出た時に侍ビジネスの強さっていう部分で大変読まれて、今、18カ国ぐらいに翻訳されて、おります。それから、平成10年に先ほど T シャツ持ってきましたけど、バガボンドが始まるということになります。で日本はまあ、戦前ですね、かつてインテリ層、エリート層に教養主義というのがありました。それから一般大衆は収容主義というのがあったと言われております。それが昭和40年代、高度経済成長とともにですね、エンターテインメント文化、そういうものによって消滅したと言われております。だから、まあ、これちょっと余計な話なんですけど、今、大学もですね、教養主義っていうことではなくて、実用主義の専門教育っていうことに直面してるっていうのが、大学教育で、あると思います。まあそうすると収容は滅びたのかっていうことをこう考える人たちがいる。それで出来上がりましたのが時間だね。宮本武蔵は生き続けるかっていうこの参考文献の中にも入れておきました。麗澤大学の有志の先生方が作って僕も少しお手伝いしたんですが。そしたら意外にですね、まあ、宮本武蔵がある、英文がある、漫画がある、テレビがある、映画があるということで、全メディアでこう出た後ですね、全メディアが揃ったところで、収容は生き延びることができるかって書いたのが、この、なんだっけな、平成13年ちょうど6ページの真ん中あたりに書きました「宮本武蔵は生き続けるか」という、まあ意外に結論として言えばですね、この書では基本的には収容主義っていうのは結構生き残っているというのが、結論になっています。だから収容に関する意識だとか要求というのは結構高いんだというのがこう結論になっています。それで、まあ、最後時間が来てしまったんです。最後のところ、まあ私の個人のことを言えばですね、吉川英治の宮本武蔵、あまり収容だとかなんとかっていうことで読み方をするのは好きではありません。というのは武蔵をお読みになれば分かる通りですね、武蔵が登場しない章というのは意外に多いんです、だから武蔵を中心にしてですね、求道者そういうものをこう追求していく物語だと思われがちなんですけど意外に登場しない章が多い。そうすると少年の丈太郎
伊織、そういう少年物語だったり、あるいは又八と明美の物語だったり、お通の物語だったり、それからお杉婆さんの物語だったりという、結構ですね、それぞれの人生っていうものをですね、思い巡らしながら書いているのが武蔵だろうと思いますので、まあただ単にその武蔵は、一人の男が修行することによってこう人格を高めていく小説なんだというような括り方っていうのはなくてもいいのかなっていう、こう気がいたします。ちょっと時間が来て最後の方少し端折ったところがあるんですが、熱いところどうもお話聞いてくださってありがとうございます。それでは本日の講演に早速入らせていただきます。